では、本日は、日本情報クリエイト、株式会社様の、ご担当様の方からご説明の方させていただきますので、よろしくお願いいたします。残り5分になりましたら、質疑応答のお時間を設けておりますので、お声掛けさせていただきます。それでは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本日ご説明を担当させていただきます、日本情報クリエイトの佐藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。画面の方を切り替えさせていただきます。はい、では日本情報クリエイトの会社概要からまずご説明いたします。設立はですね、1994年の8月1日ということで、創業28年目を迎える企業でございます。本社はですね、宮崎県都城市にございます。従業員数はですね、266名というところで、はい、かしこまりました。はい、営業拠点はですね、全国29拠点にございます。上場しておりまして、東京証券取引所マザーズに上場しております。またその他にもですね、地域未来牽引企業であったり DX 認定というのを受けております。事業としましては、不動産業界に特化したソフトウェア開発、販売、サポート、そういったことを行っております。顧客の不動産事業運営における効率化であったり、商集客の向上、こういったことに貢献するサービスというのを提供しております。また業績もですね、27年連続増収を続けているということで、一度もこれ、創業以来ですね、落としたことがないというのが特徴でございます。続きまして、企業理念ですね。私たちの掲げている理念、どういったものがあるのかというところです。まずミッションというところで、関わるすべての人をハッピーにというふうに掲げております。当社の事業を通してですね、お客様をはじめ取引先企業様であったり、業界、社会、そういったところすべてにですね、貢献し、すべての人のハッピーを実現しますというところをですね、目指しております。またビジョンというところで、テクノロジーで不動産領域に革新的プラットフォームを創造するというふうに掲げております。最新のテクノロジーでより快適になったプラットフォームを実現し、たくさんの笑顔が生まれる社会を作りますというふうに掲げております。ではここでですね、弊社の業界というところを少しご説明させていただきます。さらなる成長が見込まれる不動産テック領域についてというふうに入っておりますが、今ですね、成長性というところで、IT 業界というのがですね、注目されているのと、のはですね、皆さんご存知かと思います。中でもですね、特に注目されている業界というのがありまして、それがこの不動産テックと言われております。過去のですね、社会状況に加えて、デジタル庁の創設であったり、デジタル改革法案の成立、こういったことによってですね、今社会全体での IT、DX 化というのが加速しているのは皆さんもご存知の通りかと思います。特にですね、この不動産テック領域が注目されている背景には、日本の不動産業界の IT、DX 化がまだ進んでいないという課題がございます。実際に労働生産性というところでもですね、全業界の平均に比べてまだまだ下回る傾向にあるのが今不動産業界の現状であります。その背景にはですね、従来の商習慣であったり IT リテラシー、こういったところが影響しているかと思います。はい、宅建業者というところの数ですね、お客様の数になります。業界のお客様の数ですね、毎年5000社の方がで、5000社がですね、新規開業していると言われている業界になります。でですね、業界内の新陳代謝が毎年ありまして、そういったところで顧客というところが生まれている背景がございます。でですね、実際にこういった業界で先ほど IT 化、DX 化が進んでいないというふうにお伝えしておりますが、これからの時代ですね、デジタルネイティブ世代の開業というのが増えてくると想定されておりますので、こういった私たちのソリューションの導入というのは需要がどんどん高まっていくというのが予測されております。さらにですね、この市場の拡大というところもですね、これからの予測というところで、飛躍的な市場拡大の見込みがあるというふうに実際のデータとして出ております。こういったところでですね、かなり市場も大きく、かつですね、これからさらに市場拡大ができる見込みがある業界である、成長性のある業界であるというのが、皆さんにもご理解いただけるかなと思います。はい、続きまして、働く環境ですね。生き生きとやりがいのある職場環境をご紹介しますというふうに書いております。まずですね、弊社の平均年齢、
36歳というところで、比較的若い方たちが活躍されているフィールドです。あと男女比は男性6、女性4。年間休日については124日ございます。先ほどですね、若い方たちが活躍してますというところで、挑戦を奨励する社風です。積極的なですね、若手のキャリア登用というのを行っています。年齢、社歴に関係なくですね、実績であったり、あと個人の頑張り、といったところを評価する人事制度になっておりますので、若いうちから積極的に挑戦できるフィールドというのが弊社にはございます。実際に過去実績で言いますと、入社1年でリーダー職、入社3年でマネージャー職、そういった方たち、キャリアについていただく方たちも実際にいらっしゃいまして、あと若手の登用というのをですね、しっかり行っているという環境がございます。あとは自己成長を支援するというところでですね、外部セミナーの参加支援、あとは資格の取得支援、専門書籍の購入支援、こういったこともですね、行っています。またキャリアというところでもですね、経験を生かしてキャリアチェンジというのも積極的に行っております。実際にキャリア申告制度というものがありまして、今のキャリアを生かしてですね、別分野で活躍するというものになっております。こちら年1回実施しておりまして、多くの方がですね、経験を生かして、例えば営業職の方がマーケティング職に就かれたり、開発の方がサポートに行かれたり、そういったところでですね、いろいろな活躍のフィールドがあるというところを一つ特徴として覚えていただければいいかなと思います。あと仕事とプライベート、バランスの取れる職場環境ありますよというふうに掲げております。まず土日祝お休みです。また加えてですね、慶長休暇、誕生日休暇がございます。特別休暇と言われるものになります。結構これは従業員の方からも喜ばれている制度の一つです。あと半日有給休暇制度というものがありますので、半日単位で有給をですね、計画的に使っていただける環境がございます。また平均残業時間というところもですね、19.4 時間というところで、比較的少なく抑えているというところでですね、家庭と、職場とバランスよくですね、働ける体制というのを整えています。またチーム体制でですね、フォローし合える環境というのもございますので、安心して働く環境というのをですね、整えております。ではですね、続きまして最後に募集職種というところをご紹介します。今回募集させていただいている職種、カスタマーコンサルタント、法人営業職ですね、こちらと、SE プログラマー、開発職になります。あとウェブデザイナー、こちらも開発職ですね。あとテクニカルサポート、サポート職として活躍いただく方になります。この4職種が新卒採用においてですね、メインとさせていただいている職種になります。はい、ではちょっと簡単にですが、職種の説明をしていきたいと思います。まずカスタマーコンサルタントというところですが、不動産事業運営における IT、DX 推進のコンサルタントです。不動産会社が抱える経営課題をですね、解決に導く IT、DX 推進のプロとして、コンサルティング提案によるソフトウェア導入、運用支援、そういったことを行っていただく方たちになります。どういったやりがいがあるのかといいますと、お客様の事業運営をですね、支える IT、DX 推進というのをコンサルティングしていただきますので、事業成功に導く達成感であったり、提案の面白さ、こういったところを感じていただけるかと思います。あと SE プログラマーですね、業界の当たり前を変える新たな価値の開発者というふうに記載しておりますが、不動産業界のですね、IT、DX 推進に関わるクラウドサービス、ウェブアプリ、そういったものをですね、開発していただく方たちになります。近年ではですね、ビッグデータであったり、AI 開発、こういったところも行っておりますので、新たな価値づくりというところにもですね、力を入れている方たちになります。やりがいとしましては、業界を変えるソリューションをゼロから生み出すことができるというところです。弊社はですね、自社開発で全てやっておりますので、要件定義であるとか設計、そういった上流工程からですね、経験できる、全てをですね、一連の開発業務を経験できるというのが一つ特徴です。あとウェブデザイナーです。ニーズ、トレンドを追求、マルチに活躍するクリエイターというふうに書いておりますが、 IT ソリューションの UI、UX にとどまらずですね、ホームページ、あとウェブ広告、ロゴデザイン、そういったところでマルチなデザイン、ディレクションというのを行っていただきます。
やりがいとしましては、デザインの力でプロダクトバリューというところにですね、プロダクトバリューアップというところに貢献していただく方たちになります。続きまして、テクニカルサポート、総合サポートとも言われる職種になります。リモートでですね、お客様のお困りごとを解決、安定稼働を支えるオペレーターというふうに記載しております。ソリューションをですね、導入いただいたお客様から日々寄せられる操作であったり、運用面での困ったこと、困りごとというところに対してですね、テクニカル面のサポートを行う方たちになります。実際にですね、リモートで、お電話でのですね、リモートをさせていただきまして、お客様の安定稼働というのを支えていただいております。やりがいとしましては、一般的にこうお電話を受けるだけではなくて、しっかりそのいただいた内容というのを分析しまして、開発部門にですね、しっかりフィードバックします。それによって商品改善というところにつなげていく、すごく大事なお仕事をされている方たちになります。はい、こういったところがですね、職種の簡単なご説明になります。続きまして、選考について少しご紹介します。応募要件としていくつかありますが、ほとんどがですね、学部学科等には影響しなせず不問というところになっております。一部ですね、開発プログラマー職に関しましては理系学部となってますが、原則ですね、プログラムが好きな方というところになります。こういったところがですね、特徴としてありますが、原則大きくはなく、デザイナー職に関してはウェブデザイン制作、結構最近だと文系の方でもですね、デザイン制作したことのある方、興味のある方非常に多くいらっしゃいますので、そういった方たちも弊社で働いていただいている方の中には多くいらっしゃいます。はい、あと選考フローというところもですね、まず応募いただいて、書類選考、一次面接、ウェブ適性検査、二次面接という形でのフローになっております。また書類についてもですね、ちょっとこれ新卒向けということですので、エントリーシート、成績証明書というのを提出いただくというところになっております。一部デザイナーの方については、ポートフォリオというところで、デザイン、どういったデザインを普段されているのかというところの実績というところもですね、ご提出いただくという場合もございます。あと応募先についてもですね、弊社、社の採用ホームページというのを持っておりますので、そちらからエントリーいただくこともできますし、毎年リクナビというところで、エントリー受付もしておりますので、こちらは3月以降ですかね、というところで受付をしております。もしですね、興味がありましたら、弊社の採用ホームページの方もぜひご覧いただければ、実際の、働いている方たちの様子であったり、あとインタビュー動画、そういったものもございますので、ぜひ参考にされてしていただけますと幸いです。はい、以上がですね、弊社の簡単な会社説明というところにはなります。ちょっとお時間、早く進んでしまいましたが、はい、まだお時間残っておりますが、まだアピールされることがあれば、それかも質問の方に、そうですね、皆さんの質問に答えて、そこで、少しいろいろ弊社のことを知っていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。では、ご参加の皆様からチャットでご質問をいただいているんですが、いろいろと いただきたいと思うんですが、どなたかいらっしゃいませんでしょうか。では、例えばなんで、私の方からちょっとご質問させていただければと思うんですけれども、いろいろな職種の募集があられたと思うんですけれども、一番なんか例えば採用に至る、どういった人物というか、どういった方々を一番求めてらっしゃいますでしょうか。はい、求める人物像としましてはですね、挑戦していきたいという思いのある方であったり、あとは基本的に受け身ではなくて、しっかり自分で考えて行動していくことが好きな方、というのを求めているというところがあります。で、理由としましては、先ほど若手の方たちに活躍できるフィールドがあるというふうにお伝えしているんですけれども、そこにですね、やはりこの自分でより高いところに挑戦していきたいであったり、あとやはりそこに対して自分がどういうふうに成長していくか、もっとどういうキャリアビジョンを描いているかというところもですね、非常に私たちも自分から自己発信できる方というところに挑戦の場というのを与えていくというところが社風としてございますので、
ぜひそういったところに対してですね、向上心を持って取り組める方というのは非常に働いていて楽しいと思える機会がすごく多いのかなというふうに考えているため、こういった自分で何かを考えて行動していく方であったり、挑戦していくことが好きな方というのを求めているという状況がございます。ありがとうございます。皆様参加されていらっしゃる方、チャットで結構ですので、ご質問の方を募集しております。よろしくお願いいたします。はい、では今質問が来ましたので、全国に拠点があるとのことですが、転勤は多いですか？また職種によって転勤の頻度に違いはありますか？というご質問が来ております。よろしくお願いいたします。はい、全国拠点あるというところなんですけれども、基本的に全国の拠点につきましては営業拠点となっております。なので、先ほどのご紹介させていただいた職種で言いますと、カスタマーコンサルタント、法人営業職ですね、こちらの方たちが全国拠点にいらっしゃるというところになります。はい、転勤は多いですかということなんですけれども、カスタマーコンサルタント以外については、原則転勤はございません。でですね、本社勤務となります。でカスタマーコンサルタントの方たちというところもですね、基本的には転勤というのはほとんどございません。でなぜほとんどかというふうにお伝えしているかといいますと、将来的にですね、キャリアアップという段階での、転勤の打診というところは可能性としてはございます。なので原則というふうにお伝えしていますが、今働いている方たちのほとんどの方がですね、原則その勤務希望されたエリアで働かれているというところもあるので、あまり転勤、その一般的な何年ごとに転勤があったり何ヶ月ごとに支店を行き来する、そういったことはないですね。かつ、あとは中途採用も弊社を行っておりまして、中途採用というところもですね、現地採用というところを行わせていただいております。弊社の代表もですね、働きたいところで働いていただくというところが基本の軸にはございますので、基本的にそういったところもあって転勤の頻度というのは少ないですといったところで回答になっているでしょうか。はい、ありがとうございます。大丈夫です。その他に、チャットで受け付けておりますご質問等ございませんでしょうか。せっかくこういったチャンスなので、お聞きされたいことがあればどしどしチャットの方に先ほどお聞きして、ちょっと私もご質問なんですけれども結構中途採用の方とかって割合的には多かったりされるんでしょうか？はい、中途採用もかなり多いかなと思います。積極的、そうですね、全国的に積極的に採用させていただいております。はい、ではこのような機会なかなかございませんので、ご質問チャットで構いませんので受け付けております。いらっしゃいませんでしょうか？はい、では今質問の方が届きました。法人営業職は本社で働くことがありますかというご質問がありますが、いかがでしょうか？はい、法人営業職の方で、弊社宮崎拠点というのもございますので、本社で働くこともございます。ありがとうございます。はい、ちょうど先ほどの会社様でちょうど、ご質問があったんですけれども、ちょっと重複するところがあるかなと思うんですが、例えばやはりこう技術職というか、もちろん先ほど募集される対象の方はいらっしゃったんですけど、例えば今からプログラムをやってみたいとか、全く今経験ないんだけどそういうものを目指したいという方はいかがなんでしょうか？はい、そういうか、新卒の方に関してはそこまで重要視していないんですけれども、中途の方というところに関してはですね、まず一旦はですね、サポート職であったり営業職というところで経験を積んでいただいて、その中でしっかり学んでいただいて、最終的に開発職への、先ほどキャリア申告制度というふうにお伝えした部分があったんですけれども、そういった制度を利用してキャリアチェンジしていただくという可能性はございます。ありがとうございます。いかがでしょうか。まだお時間残り3分ほどございます。ご質問あられる方はチャットの方で応募いただけると助かります。ちなみに先ほどそのキャリア申告制度というふうにお伝えしている部分は、結構一般的に学生の皆さんとかからも本当にあるんですかみたいなことで聞かれるんですけども、実際に私もですね、そのキャリア申告制度を使って移動している、側なので、実際にそういった実績ございます。なので、
どんどん自分からですね、こういうキャリアを築いていきたいっていうのをですね、会社に発信できるっていうのはすごく魅力的な制度として捉えていただけたらなと思っております。では、ご質問の方がいかがでしょうか。まあ、5分ほど以上はもうご質問には答えてはいただいております。佐古様、もしあれでしたら、残り2分ほどございますので、最後に何か会社のこと、何でも結構ですので、最後に一言言っていただいてもよろしいでしょうか。はい、そうです。今、当社はですね、昨年上場して、マザーズに上場しているというところなんですけども、まあ、そこはあくまでも通過点で、これからより業界をですね、変えていこうというふうにしております。まだまだですね、この DX 化、IT 化というのが業界で進んでいないところに対して、私たちがしっかりバックアップをすることでですね、よりお客様の働き方の改善であったり、業績に貢献するというところ、まあ、最終的にはですね、社会全体の変えていく、今まで当たり前だったことをですね、より新しく変えていくというところを目指していますので、ぜひそういったことに共感いただける方であったり、まだ今時点ではですね、まだその IT とかそういったところがまだまだわからないっていう方も全然問題ないと思っております。もちろんその入社前のスキルっていうところではですね、特に重要視していないというのが現状ですので、ぜひ少しでも興味がある方というのも、ね、ご応募いただけたらですね、ぜひそこでまたより深いお話をさせていただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではご興味のあられる方は、またこのウェブの、都城の方、もしくは、この、日本情報クリエイト様の方にまたご質問等ありましたらメール等させて、ください。この度は貴重なお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。